西洋の小ギリ草の図説。西洋の小ギリ草は、ヨーロッパ原産の菊科の小コギリ草属に分類される多年草の一種。英名は、野郎。ヨーロッパ原産、秋地、道端、野原などに自生しているのが見かけられる。夏季は7から9月頃で、灰色がかった白色、または薄ピンクの小さな花が固まって咲く。 草丈は 20cm から 70cm 程度。草は直立し木質のように硬い。葉は細かい羽浄を吹くようで、ノコギリのように見える。そのため、ミルフォイル、サウザンドウィードの名前でも呼ばれることがある。株分けで容易に栽培でき、土質も選ばず、根が広がるため、庭に生えると増えすぎて困るほどである。野郎という英名は、アングロサクソン名ギアウェイ。 オランダ語ユアの鉛である。アメリカ、ニュージーランド、オーストラリアに帰化している。繁殖力が強く、本州と北海道の一部で野生化している。その生命力の強さは、大比用の生ゴミに一枚の葉を入れるだけで急速に、ゴミを分解していく。また、根から出る分泌液は、そばに生えている植物の病気を治し害虫から守る。力があり、コンパニオンプランツの一つと言われている。 紅色や、真紅色の園芸品種があり、赤花西洋の小切り草の名で流通している。また、同じ仲間で、草丈1メートルに育ち、黄色の花をつけるイエロー野郎、草丈20センチで黄色の花をつけるウーリー野郎がある。戦士時代から薬草として知られていた。ネアンデルタール人の墓地のあるシャニダール洞窟から西洋の小切り草の花粉が大量に発見されている。 兵士の傷薬という古い呼び名がある。俗名であるアキラヤが用いられる。冷やして、傷口の消毒にも用いる。また、傷を治すハーブとして、葉をそのまま傷口に当てがったり、粉末にして軟膏にしたものを用いる。その他生の葉を噛むと支柱を沈めると言われている。リウマチの治療にも使われている。若葉は、刻んで、サラダの材料となる。 イギリスでは湯がいてからバター炒めで食べられていた。スウェーデンではビールの醸造にフィールドホップと呼ばれて用いられていた。ありがとうございます。